ステーシオンホテルが入居する駅舎コンコースにある切符売り場現在は店舗が占有しているコンコースの時計トレインシェッドとコンコースの屋根は同じ構造グラスゴーセントラル駅はスコットランド最大の都市グラスゴー市内にあるターミナル駅である利用者は年間3300万人にも及びスコットランド国内最大の駅である ネットワークレールが管理する20の駅の一つである。開業は1879年。当初は小規模な駅であったが、1901年から1905年にかけて拡張工事が行われ、現在のような大規模な高架駅に生まれ変わった。この時に、ステーションホテルが入居する駅舎も建てられた。駅は、イギリス指定建造物 A 類に指定される。 文化財である。イングランド各地へ向かう、長距離列車などが多く発着する効果の、東端式プラットホームが15線あるほか、地下にもアーガイル線向けに一面二線の島式ホームがあり、総線路数は17線に及ぶ。スコットランド国内各都市への列車が発着する、クイーンストリート駅とは連絡バスで結ばれているほか、徒歩でも10から15分ほどで連絡できる。 地下鉄の駅とは接続していないが、セントイノック駅が徒歩圏内にある。グラスゴー国際空港とを結ぶ直通列車が計画されていたが、計画は中止されている。ありがとうございます。